ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。どうもヒカキンです。今日はですね、ドンキホーテで面白いものを見つけたので買ってきました。それがこちらでございます。止まらない無限ゲップパウダー。止まらない無限ゲップパウダー。ゲップが止まらない、我慢できない。ゲップが止まらない、我慢できない。はぁ？なわけねえじゃん。止めるさ。止めてみせる。俺にできないことはね、普通の人と一緒にすんじゃねえ。というわけでですね、これリンゴ味らしいですね。で、今日は色はずで飲みたいと思いますよ。まあね、よく芸人さんとかでね、こうこれ飲んで山手線のね、駅を一周全部言いますと言ってすぐゲップがブーって出ちゃうみたいなのって、なんか僕見たことあるような気がするんですが、僕の場合はガチで止めます。オチがなくてもいいんです。止められるんです。 YouTube はリアルでなくてはいけないんだ。ということで僕も山手線全部言い切ります。田端から始まって、一周だから、駒込で終わんのかな。言えるかな。あ、匂いはなんかちょっと科学的な香りだな。さあ一発いくぞ。いやー、多分ね、ゲップも出ずオチもなく終わるんですよ。すいませんね。そんな動画で。なんだって我慢できちゃうから。いきますよ。田端西日暮里日暮里うぐせだに、オッケー。いきます。ふっぱい。いきます。やべ。田端西日暮里日暮里ウグイス谷上野御徒町秋葉原神田東京有楽町新橋浜松町田町品川大崎五反田目黒恵比寿渋谷原宿代々木新宿新大久保高田の馬場目白池袋大塚巣鴨駒込。やっぱ余裕でした。腹膨らんでますけどね。俺が強すぎたようだ。まあせっかくなんでね、あと2袋入ってるんですわ。これ一気飲みしてね、行ったらね、もうスーパーサイヤ人だな、これな。にしてもこれね、とんでもない酸っぱさなんだよね。それもね、1個分のゲップまだここに溜まってるからね。これこう、もう、あ、来た。一発目のゲップ来た。これ出してから行こう。うわぁ。気持ちいい。すっきりした。さあ、2個分。なんかね、口の中入れて、水入れた瞬間に、シュワーってなるんですよ。その炭酸を逃がさないように飲まないと意味がなくなっちゃうんで、一気にゴクって少ない水で飲みたいんだよな。いきます。いや、これ放送事故が起きてしまった。放送事故だこれは。あのね、もう口の中で膨らみすぎて飲む前にもう口が耐えられなくなっちゃった。あのね、やっぱ2袋はね、これ無理なんだね。水入れた瞬間にもう膨らみすぎて止めようって思ったらもう膨らんできてね、飲めないんだよ。飲んだらなんかこっちがバーンってなっちゃいそうなくらい膨らんでて。まさか駅名言い始める前にもう口から噴射してしまうという結果でした。真似しない方がいいです。無駄になります。うわ、最悪だこれ。
ゲロ吐いたみたいになっちゃってるこれ。最悪。ということでね、わかりましたよ。このゲップパウダーはね、1.5 倍の量にするべきなんだよ。何せね、僕は1袋だとゲップ耐えられたし、で、2袋一気にやると吹き出しちゃうし。1.5 倍の量のやつ出してください。お願いします。でもね、今でもまだ1袋目に飲んだ、こう炭酸っていうかなんだろう。あれがね、腹で膨張してて苦しいんですよね。もしかしたらあれ2袋一気に飲んだら危なかったのかもしれないね。吹き出してよかったのかもしれないね。ブンブン、とりあえずヒカキンズポイント。一袋目のゲップの余りが今頃来そうです。すごいこう膨らむんですね。こう何炭酸からふいってね。すいませんね、こんな汚い動画でね。これ絶対友達とかと使ったら面白いと思います。ただ、万が一吹き出す可能性があるから、吹き出してもいい床でやった方がいいです。僕はね、チェアマットがあって、カーペットにはかかんなかったんで、ぜひぜひお試しあれ。本日のこの動画がもしよければ、グッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらく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 